シンガー TV シンガーです。はい、ということで今日はいつもと違う感じになってますが、私は今ね成田空港にいます。はい、今日の試合はほぼ見ておりません。あの2回の裏終わったところで僕はあの福岡空港を旅立ったので、あのほとんど見てないんですよ。はい、まあ今日はね負けてしまいました。まあ、CC の状態は本当に序盤しか見れてないんで何とも言えないんですけど、あの山川選手の第一打席マジであわやホームランかという当たりでしたね。マジでピクった、うん、あの打席は。はい、まあ、この後の近藤選手の打席裏を抑えてくれたのは良かったんですけど、結局山川選手のタイムリーで、あと正木選手のタイムリーかで5回の裏に3失点してしまうという感じになりましたね。今日はそこは全く見てないけど、感じでね、まあ、絶対に落としてはいけない試合をね、まあ、落としてしまったということでね、まあ、正直まだね、正直というか、まあ、黄色信号なのは変わりがないです。はい、ソフトバンクの3連戦スイープしてやっと、まあ優勝へのね、青信号がようやくいけるかなと思ってたんですけど、うん、まだ黄色信号だね。とりあえず明日勝ちましょう。明日は高野選手ですね、先発ピッチャー。いつかまつけないね、本当に。高野さんはあの触りのあの変速フォームがソフトバンク打線にどう影響するかやね。ああ、もう完全にあのハマれば5回6回を投げれる、うん、でもうまくハマらなかったら多分3回ぐらいで打たれる可能性が高い。これは勝負に出たんじゃないかなと思います。ああ、ただねもう一戦一勝あるのみなんで、ね、なんとかして抑えていただきたいなと思ってます。はい、とりあえずね、あの明日の試合はあの多分がっつり野球の試合見れると思うんで、まあ、解説できるところは解説しようかなって思ってます。はい、今日はちょっとこんなクオリティで非常に申し訳ないんですが、すいません。はい、今日はこの辺としておきます。絶対明日だってなんとか1ゲーム縮めるところまで行きましょう。以上、センターチームでした。